だよ。うちに入れて。とうとう帰ってきたよ。お母さん、母さんはな、10年も前に死んでしまった。ここはお前の来るところじゃない。帰ってくれ、頼む。
でどうやってお客を集めたんですか。やっぱ手上げサイト。まさか。じゃあテレクラ。古いね。今時知り合い紹介した方が安心なのよ。パート先とかね、いくらだってお客集まるんですよ。娘さんでいくらくらいお金取るんですか。さあね、昔の話よ。今はやってないわよ。しょうがないでしょ。私は体が悪いから働けないし、生活保護だってほんのこれっぽっち。奥さん、前のご主人が娘さんに何かしてたって本当ですか。誰がそんなこと言ったの。ご本人がね。それであなたに金を払わされたって。突然じゃない。実の娘にそういうことしてたんだから。ただそれが一回じゃなくて定期的だったって。見えない、見えない、何にも見えない。見えない、見えない、何にも見えない。あのさ、話聞かせてくれないかな。この子妹さん、妹さんは何かされたりした。妹じゃなくてあの子の子。父親は誰だか分かんないけどね。お疲れ様です。じゃあ先生、じゃあこれで。やだ、よろしく。どうだったんですか。まあまあ、そうっすか。どうもありがとうございました。じゃあ失礼します。ありがとうございました。じゃあ失礼します。ソータ。はい。なんだよこれ。足立区一家惨殺事件、その真相なんてお前全然ツッコミ足んないじゃねえかよ。勢いもないし惰性で仕事すんなよ。ボツですか。当たり前だろ。なあ、どうしたのよ最近お前。はい。やっきねえなお前。ちょっと待ってろ。これどうも。身元不明の子供の水死体、面白いだろ。面白くないっす。違うんだよ。遺体解剖したらな、腹の中内臓なかったんだとよ。空っぽ。心臓も胃も肺もなし。どうも。わかりません。なあどう思うんだよ。魚に食われたんでしょ。水死体は括約筋が緩みますからね。肛門から入って食い荒らしたんですよ。でそれをお前なら何て書く。
臓器売買ですか。うん、いい線だ。日本にもあった臓器売買組織、闇の殺人グループ。ほら、取材行ってこい。俺はいいです。は？何それ、どういう意味だよ。そういう話は嫌だって言ってるんですよ。は？今更か。お前な、こういうネタが売りで飯食ってきたんじゃねえのか。こんな美味しい話物にできなかったらな、もうお前おしまいだからな。早く取材行ってこいよ。行けよ、ソーター。またお前、チキショ。坊主、お兄さんはな、お母さんいじめてるわけじゃねえんだよ。やめてよ。ソータ、あっち行ってなさい。金石と申します。ああ坂口です。知ってますよ。これよく行くおかめ食堂ってところに置いてあるんで。まあ見たことないんですけどね。ああさあさあさあどうぞ。ああすいません。大変ですね、朝早くから。ああ夜行で来たもんですから。ああそうですか。僕ね、そういうオカルトとか超常現象っていうのを全く信じないんですよ。
ですからせっかく来てもらってあれなんですけれども、この事件お宅の雑誌に載るような話じゃないんですよ。でも日本でこんな事件起きたことあります？死体に臓器がなかったなんて。臓器はなかったんですよね？ありませんでした。何者かに抜き取られたってこともあり得るんじゃないでしょうか？それはいや、そういうこともあるかもしれないということでカメラに向かってお話していただきたいんですよ。もちろんお礼もきちんとさせていただきますし。臓器はね、最初からなかったんです。もともとありませんでした。だから最初メスで切った時もこうかまぼこか何か切った感じ、サクッとね。つまり作り物ってことですよ。だってそうでしょ、こんな死体あるわけないんだから。何ならお見せしますよ。見たいですか？ぜひ。そうだな、見てもらった方がいいな、あなたにも。カメラはちょっと。触ってみてください。実を言うと前は死後硬直したみたいに硬かったんです。ですが今は弾力があるんです。どういうことです？わかりません。ご丁寧に内出血の頭であるし、血液なんか流れてないってのに。遺留品ありますよ。あ、見せてもらえますか？これです。事件性はないってことで警察もろくに調べてません。全部置いてってしまいました。この学校は？さあ、日の井村っていう名前の村は離れにありますけど、制服ですよね、小学校の。はい、その小学校の名前は聞いたことないですね。あの死体この後どうするつもりです？まあいずれ焼却処分ということになるでしょうが、どうしたもんですかね。you
編集長、本当なんですって。嘘ついてどうするんですか。分かってますよ。子供の身元洗うとこから始めますから。あ、すいません、この辺にタダで泊まれる旅館ないですかね。何寝ぼけたこと言ってんの。もしもし、なるほど、そうですか。それはご苦労様です。東京から。ええ、東京からだって雑誌の取材で。偉いですね、そんな遠くから。何にもないところだからね。温泉も出ないし、お米もまずいの。私なんか新潟から取り寄せてるから。そうなんですか。あ、これだ、内田新さん、住所は日の江村。あれ、これ違うかな。あなたのお探しの内田さんはお年は7つか8つでしたよね。ええ、まだほんの子供です。この方昭和37年生まれ42歳。内田新という名前はこれ一件だけですね。その方は今まだその村に。そうですね、転出届も出ていませんし。いないよその人。今も行方不明だと思うな。ほら、あの事件でいなくなった人だよ。あ、日の江村の。万博の頃だから30年以上前か。子供たちが一度に行方不明になる事件がありましてね。内田さんも確かそのうちの一人ですよ。どんな事件ですかそれは。野外活動の途中で小学校の生徒たちが一人残らず消えたんです。30人近くいなくなったんですよ。大変な騒ぎだったな。親御さんたちも気の毒だったよ。私らはみんな慰めの言葉もなくてね。30人ですか。結局誰一人見つからなくてね。そうそう、あれから村も過疎が進んでね。その小学校も廃校になりました。なんていう小学校ですか。日の江村小学校です。日の江村小学校、今もないんですか。ええ、あの日の江村に行ってみたいんですけど。あ、ここから結構ありますよ。路線バスも廃止されちゃってますし。私行きますよ。日の江村、亀山村に用事があるんで、ついでに日の江村にも寄ろうと思って。あら、ちょうどよかった。文雄ちゃん乗せてってよ。いいですよ。今年役場に入った高坂さん、福祉課の人。よろしくお願いします。すいません、朝ごはんまだなもんで。知ってます、この雑誌。
どうですか。おかめ食堂に置いてありました。気持ち悪いんで読んだことないですけど。ですよね。死体が起き上がったなんて信じられない。僕もです。でも見たんでしょ。うん。いつもそういう記事書いてるんですか。そうです。そういうのやらせって言うんですよね。そういう意味ならやらせじゃなくてでっち上げでしょ。あ、でっち上げなんですか。どっちでもいいです。子供たちの失踪事件は本当にあった事件なんですよね。本当です。それこそ信じられないな。私も詳しくは知らないけど、知ってる人もあんまりいないんじゃないかな。事件にあった家族ももうみんなよそに出てってしまって。出てったってどうして。どうしてって、辛い事件だもの。そうかな。死んだと決まったんなら別だけど、子供たち行方不明のままなんでしょ。親だったら帰ってくるの信じて待つと思うけど、俺が子供だったら待っててほしいから。待ってた人たちもいるんですよ。やっぱり。あんまり過疎が進むんで、日の井村を廃村にしようって案も議会で出たらしいんです。でもその人たちが頑として動かないから立ち消えになっちゃって、きっと金井さんの言うようにそこを離れられなかったんでしょうね。ソータでいいよ、みんなそう呼んでるから。あとソータさんの聞きたいことは。今村に残ってるのは何世帯くらい。ほとんど残ってないです。 5,6 世帯ぐらいかな。長い間にポツリポツリ出てっちゃいました。結局出てっちゃったのか。あ、まずい。行きましょう。え、ちょ待って。すいません、お会計お願いします。3月14日午後4時ごろ、日の井村東側山林で日の井村小学校1年の安羽貞弘君7歳が発見保護された。引率の教師1名とともに野外観察授業に出かけたまま消息を絶った全校生徒28名は依然行方不明のままである。安羽君の証言によると、他の小学校の生徒十数名と遭遇し、生徒たちは誘われるまま彼らの後をついていったという。しかし当日は近隣の小学校で野外授業は行われておらず、地元警察はこの証言の信憑性を確かめるとともに夜を徹しての捜索作業を続けている。なんだか怖い話ですね、他の小学生に誘われたって。民話だと大体もののけだよ。もののけ。カッパとか座敷わらしとか。アマンジャクの仕業だっていう年寄りもいますよ。この辺だとアマンジャクなのか。さあ、何なんですかね、アマンジャクって。どこの土地にもある話だよ。カッパもアマンジャクも人間に似ているけれど人間じゃない。人に似た姿で人の世界に潜り込む侵入者が存在するって話。やっぱり好きなんですね、そういう話。いつもこんな話ばっかりしてるわけじゃないよ。子供の頃、こういう季節外れの通り雨の時には表に出るなって言われたんです。雨に飲まれるからって。この雨縁起の悪い雨なの。
田さん、役場の高坂です。構造さん、今日も寒いですね。お邪魔します。旅行？旅行っていうより引っ越しの準備見えるね。冷めてるよ。どこ行っちゃったんだろう。きっと近くですね。だってほら今日の日付ねえ、日の江村小学校はこの近く？すぐです。廃校になった後は村の寄り合い所と郷土資料室になってます。行ってみます？うん、ここへはまた後で来てみるとして。あ、これですね。30年前の子がなぜ？何ですかこれ。気持ち悪い。これだ。内田信。ここにあっても意味がないでしょう。じゃないですよね。
止めて。ここはまだ塗装なの？いえ、とっくに仮装になってます。じゃあこれ誰が作ったんだ？なんですか今の？中の死体が腐って陥没したんだ。つまり最近のってこと。墓の数はいくつある？20以上、多分30くらい。子供たちが消えたのはこの辺りだと思うけど。ここまででいいよ。あとは俺一人で。用事が済んだら迎えに来てよ。じゃあ6時に迎えに来ます。村の入り口で待っててください。気をつけてくださいね。大丈夫。あの、こういうことには慣れてるんですか？え？なんか怖くないですか？正直言うと、いつもはでっち上げて書いてる。本当に起きたのはこれが初めて。死体の話、私全然信じてませんよ。だから信じなくていいよ。行方不明にならないでくださいね。やめてくれよ。じゃあ。歌ってたの君たち。何してるの？
君たち名前は？3年1組安場和弘、5年1組高橋彩子。近くに住んでる。お家に帰りたい。お家に帰りたい。家はどこ？ないの。来る。子供たちを見なかったか？見てない。歌が聞こえただろう。いや。嘘はつくなよ。ついてない。俺に嘘をつくと許さないからな。もういいよ。誰だよあれ。村まで一緒に行こう。大丈夫だよ、おいで。
携帯電話通じみよ。金石壮太さんかい？はい。さっき役場の女の人からあんたのこと頼まれた。迎えが来るまで休ませてやってほしいって。助かります。あなたは？安場と言います。その先に住んでるもんだ。安場さん。あ、ちょっと。調べ物をしているんですって？え？役場の人が言ってましたよ。昔のことをいろいろ調べて回ってるって。ええ、アマンジャク伝説について調べてます。伝説が生まれた経緯について調べてるんです。昔からこの地方にあったものなんですか？そうだよ。35年前、この村で集団失踪事件があったと聞きました。それと関係してるってことはないですか？アマンジャクなんぞおらんよ。どうぞ。この村に住んでる人他にいないんですか？いろいろ聞いて回ろうと思ったんですけど、人が住んでる様子がなくて。内田さんのお宅は越されたんですか？ええ、構造は息子夫婦を頼って出て行った。他のうちの者も出かけている。だから話なんぞ聞けんよ。お帰りなさい。いや、迎えが来るまで待たせてもらえませんか？日が暮れるまでは時期だ。帰った方がいい。たった一人だけ無事に帰ってきた子がいるんですよね。ここに安場和弘、安場貞弘って。
わしらの息子だ。これを見てください。安場和弘君、さっき会ったばかりなんです。あんた一体何しに来たんだ。訳を知りたいんです。僕には何が起こっているのかさっぱり分かりません。なぜ子供たちが事件当時の姿で生きているんです。和弘は死んだ。そう思うならなぜ仏壇に息子さんが祀られてないんですか。戻ってくるの信じてるんでしょ。帰ってくれ。ありがとうございました。一本道だから向かいの車とはそのうち会うはずだ。いいな、日が暮れる前にこの村を出るんだ。わけがあるんですか。いいから早く行け。和弘君、どうしたんだよ。うちに帰んないの。うち？お父さんとお母さんとこ。帰りたい。なんで帰んないの。俺が連れて行こうか。うん。すみません、金石です。安場さん、いい加減にしてくれ。あなたの息子さんをお連れしました。和弘君を連れてきたんです。バカなことを言うな。父さん、開けて。父さん、僕だよ。ここ開けて。ねえ安場さん、お話しさせてください。お願いします。俺に嘘つくからだ。何す。ああ。
あんた何てことをしたんだ。どうして連れてきた。家に帰りたがっていて。あんたは返していかんものを返した。あんな子供を冬の夜に放っておけって言うんですか。何も知らんで。子供たちは毎年この季節に帰ってくるんだ。決まって通り雨の後に帰ってくる。なぜ家に入れないんです。自分たちの子供でしょ。あれが私らの子供であるはずがない。多分もう人間ですらない。あの子たちを家に入れたが最後私らの手に負えん。些細なことで暴れだして親を殺めた者までいる。小僧もやられた。だから私たちは人知れず自分たちの手であの子たちを始末してきた。次男の定弘だ。一人残ったのがこの子だ。あの子たちを甘く見ちゃいかん。こちらを敵と見れば襲ってくる。あんた明るくなるまでここにいなさい。文雄さんがこっちに向かっています。俺が見てくる。あいつらをうちに入れるなよ。定弘に任せておけ。あの子は慣れている。殺すんですか。簡単にはしないよ。頭を潰してしまわない限り死なん。あんたからすれば血も涙もない話に聞こえるだろうが。そうしたくてしてると思い。学校へ出かけたきりあの子は戻ってこなかった。その子が何十年も経って戻ってきたんです。中へお入り、そう言えたらどんなにいいか。よしなさい。もう一人女の子にも会いました。綾子だろう。あの子の親はどうしたんです。子供の親たちは皆自分の子供が帰ってくるまで村に残った。だが責任を全うしないで出て行った者もいる。綾子は帰るうちがないんだ。子供たちは何のために戻ってくるんですか。各校の雛が
どうやって育つか知ってるかね。他の鳥の巣に潜り込んで育つんだ。巣の中の卵を蹴落として自分こそがヒナだという顔をして、親鳥は縁もゆかりもないヒナを守り餌を運ぶ。成長すれば巣立っていくんでしょうか。人の世の中に何食わぬ顔をして紛れ込むんだろう。それを許しては恐ろしいことになるんじゃないのかね。私らで最後だ。私たちには親としての責任がある。お前は和弘なんかじゃねえ。サダヒロ、あん時お前も来ればよかったのに。言ったじゃないか、足手まといだからついてくるなって。俺兄ちゃんのおかげで助かったんだ。
和弘。父さんだよ。こっちへ来て顔を見せてくれ。
せ、和弘。お兄ちゃん、ここはお前たちの住むところじゃない。どっかよそに行ってくれ、帰ってくれ。私のこと嫌い？嫌いだ、大嫌いだ。
事件のあった翌日早く、かつて日の井村に住んでいた老人たちがどこからか現れ、遺体をこっそりと運び出していった。老夫婦が語ったことを知る者は僕と文雄以外誰もいなくなった。あの村にはもう誰もいない。それじゃあ、あの、忘れてた。何や。また来てください。もう来たくないと思うけど。ちょっと考えなしてくれよ。おい、なあ、おい、おい、ちょっと待って、これなんだこれ。おい、おい、ちょっと待って、お前、え？身寄りのないお前、ここまで来たの誰だよ。なあ、おい、おい、おい、ねえ、散歩にでも行く？うん、気分変えた方がいいよ。
誰？私、早く開けて。鍵かけてないよ。兄ちゃん、兄ちゃん好き。
来てみたかったんだよね。